ニューアルメタルギウス。やあ皆さん、ごきげんよう。私は機動王子4番系、本日はご視聴ありがとう。見てください、まあなんと真っ赤な自販機なのでしょう。これは町の銭湯の魅力を伝えるプロジェクト、銭湯のすすめウエストに合わせて設置した次世代型自販機なのです。え、何が次世代かと聞いておられますか。電子マネー、クレジットカードといった決済手段が充実していることに加え、スウェット、Tシャツなどのアパレル雑貨や日よけ、石鹸など様々なサイズのオリジナル銭湯グッズが自販機で買えてしまうんです。オリジナルデザインのジップケースに入った1日乗車券も販売しているので、ここでグッズを買って銭湯巡りをする、あーなんて幸せなのでしょうか。ちなみにこの次世代型自販機は新たな購買体験の創出を目指すだけではなく、大阪メトロが障害者の雇用促進としても進めていて、こんな感じで販売商品の梱包作業や補充をやっているんだそうです。丁寧な仕事ぶりに感動です。アベノキューズモール1階に2022年11月17日から2023年2月28日の間設置されています。オリジナル戦闘グッズ販売終了後もビームスジャパンオリジナル商品を販売予定ですよ。おー、目が離せませんね。おっと、今回の話はここまで。この後はおすすめのお出かけ情報をチェック。それでは出発進行。大阪メトロマニア、本日紹介するお店は、大阪で金つばといえばおそらく最初に名が上がる名店、出入り橋金つばや、昭和5年の創業時より変わらぬレシピで提供している金つばは、甘さ控えめで小豆の自然な味がしっかりと感じられ、いくつでもペロリと食べられます。これこそ大阪土産にぴったり。イートインもありますので、私は我慢できずにお店で食べてしまいました。はっはっは。四ツ橋線西梅田駅9号出口から徒歩約5分。さあ参りましょう。最後まで見てくれてありがとう。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。